皆さんこんにちは。公認会計士の小林裕二です。本日は消費税のインボイス制度について思うことということで話をしてみたいと思います。本日は消費税のインボイス制度、令和5年の10月1日からスタートする制度ですけれども、これについてですね、ちょっと最近思うことということで話をしてみたいと思います。消費税のインボイス制度ですね。いろいろ税制改正大綱にも盛り込まれたりですとか、にわかにですね、こう動きが出てきております。中小企業のお客様にとってもですね、もう今年ですね、令和5年の10月1日からスタートということで、準備を進めているところだと思いますけれども、例えばですね、今朝の新聞を見ると、これまではですね、10月1日からスタートするためには、3月31日までにインボイスの登録をしておかないと、登録番号が発行されませんといったような制度だったんですけれども、それだとやっぱり普及が間に合わないということで、決まってはないですけれども、改正案として9月末までに出せば10月1日からスタートできると。実務的には遡ってですね、登録されたのが10月1日というふうになると思うんですけれども、そういったようなね、改正の動きがあったりと、結構ですね、やっぱりこう、一気に広めようとしているので、やっぱりいろいろなところでね、不都合が出てきたり、中小企業もね、大手企業と違ってですね、みんながデジタル化対応できるわけではなかったりとか、こういったことにね、制度に明るかったりとか、対応するのに人員が割けないとかですね、いろいろな事情でですね、すんなりなかなかいかないんですよね。そうするとやっぱりこう直前になっていろいろ改正されることがあるんですけれども、私が気になったのは、ちょっとそれとは話が別なんですが、インボイスを登録するとですね、インボイス番号の検索サイトというところで、その番号を入力すると、その事業者が本当に登録しているかどうかというところをね、確認できるサイトが、国税庁の運営ですけれども、登録番号をね、検索するサイトが今できています。このサイトについてなんですけれども、私が去年、令和4年の、そうですね、確か9月か10月頃だったかと思うんですけれども、サイトに訪れた時に、データをね、ダウンロードすることができるんですね、そのサイトでは。で、そこの登録している情報をダウンロードできるんですけれども、それを CSV でね、ダウンロードした時に気づいたんです。ちょっとね、思ったことがあるんですけれども、そのサイトはですね、登録している情報を番号を入力して検索結果を表示させるだけではなくて、登録している情報をですね、CSV でダウンロードすることができたんですね。今もできるんですけれども、ちょっと必要があったので、ダウンロードしてみたんですね。そこでちょっとびっくりしたんですけれども、法人の場合はですね、法人の住所が出たりも全然問題ないと思うんですけれども、個人の方で、例えば、あまりこう住所をね、公にしていないけれども、税務署にはね、やっぱり申告しているので、住所を載せているっていう方もいらっしゃると思います。そうすると、そういった方々の個人名と番号ですね、登録番号、そして住所まで全部当時はですね、Excel でダウンロードできたんですよね。これがなかなかちょっとね、あれ、こんなことをしていいのかなって、正直その時思ったんですよね。例えばですけれども、ある方のね、名前をその CSV で落とせるので、Excel 上で検索して住所を特定することも可能なんですね。それが自分の情報だけじゃなくて、その時点で登録している全国の人の、いわゆるその登録番号と名前と住所がですね、当時はですね、ダウンロードできたんですよね。で、今の時代、やっぱり個人情報保護っていうのがありますよね。この国税庁のサイトでは、なんかある意味こう無視されてるような感じだったんですね。で、今はですね、確か令和4年の12月頃に、お知らせということで書いてあったんですけれども、公表する情報をね、一部見直しましたっていうことで、今はですね、その個人名とか住所っていうのは一般には見れないんですけれども、ただ当時ダウンロードしたデータをね、持ってる人も多数いると思うんですよね。そうすると、例えばそれを元にダイレクトメールを送ったりとか、悪用されたりするケースもね、出てくると思うんです。個人情報っていろいろ騒がれてる中で、このサイトを作った、国税庁というか、そのね、実務的にそこを担当した人はあまりこう違和感持たなかったのか、ちょっとねすごい疑問なんですよね。で、国税庁側の言い分としてはおそらくですね、住所というものは国税庁の方にね、通知しなければいけないですよね。申告書に書いて出さなければいけないので、それを公表しただけだというような感覚だと思うんですけれども、個人の方がですね、申告した情報が一般に公開されているかというと、それ公開されていないですよね。あくまでも、対税務署に対して、必要があるから報告してるわけであって、それを広く一般のね、人に通知するために、
そこに申告書に住所を書いているわけではないので、まあ、これはね、結構問題なんじゃないかなというふうに思うんですよね。皆さんどうでしょうかね。自分の情報が知らないところで、こう、まあ、公開されている。もちろんね、行政に対して通知しなければいけないので、通知したことだけれども、それが知らない間に、不特定多数の人から見ることができていると。まあ、こういったような状態が、何もね、知らされずにあった場合にはですね、結構やっぱりこう嫌な気分になるんじゃないかなというふうに思ったりします。この件はですね、結構ツイッターとかを見てみますと、まあ、やっぱりこれいいのかとかね、まあ、当時のデータダウンロードしていますよとかね、まあ、そういったような関係の投稿があったりするんですけれども、まあ、今改善したとはいえですね、やっぱり一定数の人はそれをずっと持ってるわけですから、何らかのね、やっぱりこう、お詫びっていうのはね、国税庁しないと思うんですけれども、ちょっとね、いかがなものかなっていうふうに思っています。本当にですね、こう税務署にとって個人情報って何なんだろうなっていうふうに思ったりもしますね。例えばね、税務署の職員の人がね、同じように知らないところでね、こういうサイトでデータがダウンロードできるような状態になっていたらどう思うかとか、まあ、そういったふうにね、少しね、こう、行政の側もですね、利用者側の視点に立って、まあ、サービスなり制度を作っていただきたいなというふうに改めてね、思う一件でありました。このチャンネルではですね、公認会計士受験生や公認会計士に興味関心のある方に役立つ情報や、公認会計士として日々業務を行っていく中で思ったこと、感じたことを発信するチャンネルになります。チャンネルを応援していただける方は、ぜひチャンネル登録していただけると動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Talk too fast, but you helped me relax.